こんにちは、はるあんです。今日のおやつはもっちもちプルンプルンの手作りわらび餅です。黒蜜ときな粉をかけて食べればもうたんまらないおやつになりますよ。まずはわらび餅粉をボウルに入れます。次はお砂糖です。今日はグラニュー糖を使います。グラニュー糖で白いお砂糖がいいと思うんですよ。茶色いお砂糖を使うと茶色いわらび餅になっちゃうからなんかちょっともったいないなって気がするので、今日は白いグラニュー糖で作っていきたいと思います。でね、私いつもここで今日食べたいわらび餅を想像するんです。今日はちょっと甘いもっちりしたわらび餅がいいかな、それともちょっと甘さ控えめ黒蜜をたっぷりかけたいかな、どっちって思った時に、今日の私はわらび餅がほんのり甘くて、そのわらび餅だけでもは食べれないけど、わらび餅だけでも美味しいぐらいのわらび餅が食べたいんですよ非常に細かい、困ったもんだ。なので今日はわらび餅この200g の1袋にを全部入れたので、200g に対してお砂糖150ぐらい入れたいと思います。で、減らせるまで減らすとすると、わらび餅粉に対して半分ぐらいのお砂糖でもできるし、なんならわらび餅粉と同じ量のお砂糖の量でもできます。なのでそこはお好きにできると思いますよ。そしたらここにお水を入れます。じゃぼーっと、お水はわらび餅粉の4倍の多さ。お水はわらび餅粉の4倍の量を入れます。だからわらび餅が今回200なので、2、4が8で 800ml 入れます。ちょっと多めだけど、まあ、このぐらい入れないとね、わらび餅は作れないってことは、わらび餅がすっごいたくさんできるってことだからね、普通作るなら 100g のわらび餅粉で作った方がおすすめだけど、私はちょっとわらび餅が好きなのと、私の妹もわらび餅が大好きなので、今日はたくさん作ります。わらび餅、世田谷育ちのわらび餅、こし器でこしながらお鍋に入れていきます。いきますよ、ダブ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 。はい、火にかけます。ズームイン、よいしょ。はい、で絶えずね、混ぜながら透明にもったりしてくるまでよく練ります。こうやって2トンで鍋を持ちながらこうやって練り混ぜていきます。ここからがね、汗かけるぐらい大仕事なんですけど、頑張りましょう。ちょっとあ、だいぶ透明になってきた。よいしょ、はい、オッケー。こうやって見るともう透明なの分かりますかね。もう透明に透き通るようになったんで、これで完成です。わらび餅をね、入れて冷やすあの容器を水でさーっと濡らしてあげます。よしよし、はい、できたらこの容器に乾燥しないようにラップをかけてあげて、よし。これは黒糖です。粉末の黒糖があるんだけど、これをマグカップに入れます。黒蜜を作っていきます。我が家には黒蜜を常備してはいないので、黒蜜をね、1回1回作ってます。お水を少量ちょろーんって入れてあげて、レンジで1分加熱していきます。途中でちょっと吹きこぼれそうになったので55秒ぐらいで、取り出しました。そしたらよーく混ぜてあげて、じゃーん、だいぶ冷えました。プルプルルってしてるの分かりますか。プルプルです。そしたらね、ちょっと綺麗に盛り付けていきたいと思います。よいしょ、大きな器によそっていきます。じゃーん、きな粉をたっぷりかけます。さば、もうこれだけでも涼しげだよね。すごくこんな感じかな。かけて、ではでは黒蜜かけます。感じかな。美味しそう。こんな感じでアイスの器に盛り付けてみました。ルネッサンスこうやってね、結構普通にちぎれてもっちもちです。いただきます。伸びる
がなんでこんなにいいんでしょうね、わらび餅って。つるって感じで、わらび餅自体がほんのり甘くって、でもね、あのきな粉と黒蜜でさらにこう甘いっていうか上品な甘さがね、口の中に広がってとっても美味しいです。あのみんな大好きな味だと思う。本当におやつって感じでとっても美味しかったです。この動画ね、少しでも美味しそうと思ってくれた方はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。はい、それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。またね。ルネッサンス2回目